グレイゾーンハックってやったんやったかな、昔。これやってみましょうか。グレイゾーンってやったっけな。これ、ロックマン、スパーキングトゥーヒーロー。これ、ロックマン4か。4の改造かな。あ、4ですね。4ですね。はい、リングマンから。音楽は同じなんや、原作と。アップンダウンが飛んでくるね。取ろうと思えば取れるな。はいはい。危機感は取れないか。アイテムもないから。硬いな、こいつ。めっちゃ硬い。めっちゃ硬いやん。あ、強制スクロールや。おお、半分からじゃ、半分まで来てたんや。うわ、食らった。強制スクロールになってる。ああ、なるほど、挟まれて死ぬんやね、あれ。気をつけんと。竹テント出てくるのが厄介やな。あー、あかん。あ、まだこれがあったか。今落ちて死んだかと思ったけど。うわー、やられた。そんな激ムズってわけでもないけどね、まだ。それなりの難易度、難しいのは難しいけども、まだ激ムズってほどでもなさそう。なんとかなるレベルの難易度やけどね。瞬殺ステージってわけではなさそうやね。あ、やばいやばい。危ねえ。ギリギリやったな。ジャップ取った。竹テント結構硬いからね。チャージショット割るの忘れてた。あ、危ね。あ、ボスまで逃げた。でも勝てないで。うわ、パターン全然ちゃうやん、原作と。あ、一緒か。
でも早くなってる気がする、原作よりも。ああ、これ間違いなく強くはなってる、原作より。強いわ。強い。早くなってる、原作よりも。はい、だいぶな。ステージセレクトのね、ボス紹介のが短くなってるというかね、なんか、フェードアウトみたいになってる。シャットアウトみたいな。即シャットアウトみたいな途中でね。ああ。おっと。セシャランパサランがね、ちょっと厄介。そうか、ぶつかってまうわけや。まあね、このゲームはまだそんな闇雲にめちゃくちゃ難しいってわけでもないの。まだ普通の難易度っていうかね、なんとかなるレベルですよね、今のところね。こんな激ムズってわけでもないな。これぐらいの難易度はなんとかなるんですけどね、うん、頑張ればクリアできる難易度ぐらいですよね。届かないかと思った一瞬。ああ、くそ。はい、一旦という動画ね、これ一回切りたいと思いますね。はい。はい、まだ続きやります。はい、次スカルマン。アップンダウンめっちゃ速い。うわあ。超速いな、このアップンダウン。うわ、むっちゃ速いわ、俺。うわ、むずっ。やっぱ激ムズやね、このゲームな。ごめんなさい。まだマシっていうのは、ちょっと取り消します。これ、難しすぎます。激ムズレベルですよ、これは。はい。
はい、おお、びっくりした。ジャップよう出るな。ああ、なるほど。ああ、しまった。あー、しまった。あー、しまった。取れないな。あー、こいつか。こいつ強いんですよね、結構。強いんですよ、こいつ。やっと倒した。これ落ちても大丈夫だからね。こんなとこに出てくるの。あ、消えたわけじゃないのか。倒した。ここの方がまだ倒しやすいな。離れると倒しにくいんですよ。うわ、やばい。ここ硬いな。はい、じゃあ今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。